さあどうもやってまいりました、料理ど初心者でも作れる超簡単おつまみのコーナー。本日はサバ缶、これ使って2品、これ結構大きいんですよ。 190g もあるので今日はこれで2品、これちっちゃいやつであればまあどっちか1品にしてみてください。本日も超簡単です、一人暮らしを始めたあなた、包丁を持ったことないというあなたでもすぐできます。そんな簡単なおつまみなんでぜひ作ってみてください。山崎裕太のグルメテクニック、グルテク。さあ本日スーパーで見切り品として売られていた水菜、こいつとサバ缶を使ってまず1品作っていきたいと思います。ほら見切り品ってねこういうのあるんですよ。でこういうのはあのピッピッてこうやってちぎって取ってちゃんと洗っといてくださいね。今日使う水菜はこう細いものだったら2束と握りぐらい、3センチぐらいの直径で、まあ、下はここ食べやすいサイズにカットしていくだけ。スーパーのね見切り品とかすごい安くてねあれいいですよ。水気をちょっとねちゃんと取ってあげてください。じゃないとあの味薄くなっちゃって、キングペーパーでこうやって軽くやるだけで大丈夫。こいつをボウルの中に入れます。ドン、ね、サバ缶もうね包丁使いませんよ。190のでかい味噌じゃないです。普通の水煮缶です。味噌が好きだっていう方は味噌煮缶でもいいですよ。その代わり味噌煮缶だとちょっと味が濃くなったりする可能性があるので、そんなに調味料は足さなくて、これだいたい半分ここにドンで、残り半分はまた違うのに使います。こっちの方にこのルーシー、このルーシー使います。ルーシー惜しみなく入れてあげてください。ほんとちょっと残せばいいかな。でこいつ混ぜ混ぜほぐしといてあげてくださいね。ででーん、ごま油一回し小さじぐらいかな。バイバン、アジのこいつも1、2、結構これすでに味ついてるんですよ、サバのね。もうこれ混ぜるだけですから、これでほとんど完成。辛いのが好きっていう方はこれに七味唐辛子、どれ、うん、激うま。これ激うまなんですけど、白だし小さじ1とかでいいです。そんな味変わると思ったと思うでしょ。ほんと全然違うんだよ。他のでもいけますよ、ほうれん草とか。うまい。もうちょっと大人な感じにしようかな。黒胡椒、今日はちょっと大人な。お子さんがいる方はもうさっきのやつで味の素もう2振りぐらいかな。3、これでもう完璧です。出来上がり、これで1品出来上がりです。グルテク。さあ2品目、さっき余ったこの半分、こいつとバーン、ちくわ、このちくわをバンバンバン、こう切ったらいいです。で、こう切ってあげてください。最初はでもやっぱね、料理ってやらないと覚えませんし、できませんから、なかなか。まずやることです。で、もうこの簡単なね、料理からやっていきましょう。もう好きなように並べてください。好きなように、自分たちの。ここはもう、家でお父さんとかが自分で、たまにはお母さんに任せないで自分で作れというようなチャンネルですから。うん、余ったら食べます。洗い物になっちゃうんで、このままこの中にバーン、世界を救うマヨネーズ、これね大体大さじ1、バン、お醤油小さじ1、こんなもん。サバ缶ちょっと味ついてるんですよ、なんでマヨネーズも味ついてるから醤油の風味がすればいいだけ。混ぜ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 ですよ、こいつは。混ぜ混ぜ絶対うまいよね、これだけで食ってだってうまいんだから、ご飯にのっけて。あ、ちなみにさっきのサラダもこれでも美味しいですよ。醤油マヨ、これと水菜あえても全然美味しいですよ。このちくわ野郎にですよ、こいつらを乗っけてきます。なぜこいつを上にしたかっていうと、この隙間にサバが入ってくからです。サバはねほら栄養も取れますからね。あの缶詰ってどこでも売ってますからね。でちくわもねコンビニでもどこでも売ってますから、マヨネーズも醤油もコンビニにあるもので作れる料理ですね。それがやっぱりこのグルテクですよね。安いものでも美味しく作れるんですよ。ちょっと黒胡椒を少し、なんかこうやって見るとトーストみたいだね。お好みで1味、7味でもいいですよ。はい、もうこれで2品できちゃった。お家で盛るときちょっと美味しそうに見せたいなっていう方はね、料理基本ねこれ高さを出してあげてください。上に上に、そうするとちょっと美味しそうに見えます。仕上げに煎りごまとか振ってもすごく美味しいと思います。グルテク、バーン、喉越しなわ、ほんと最高ですよ。いただきます。
ありがとう。さあ本日のおつまみですが、まずはこっち水菜のとサバ缶のサラダ。うん、あ、うまい。このね、やっぱサバ缶が入ってることによってビールと合う、お酒とやっぱ合う、おつまみ、ビールとか焼酎とかのおつまみにもやっぱなります。ヘルシーだし、うますぎ。うまいね。じゃん、ちくわの上に乗っけたサバマヨ。優勝、もう優勝です。これやばいな、これ一生食えるわ。ちくわとマヨネーズと醤油だけですよ。ピリッと辛いのが好きな方は僕みたいにかけてください。てか、今日髪の毛ひどくない？実験中？どうした？でもほら、ナチュラルなさ、無造作ヘアがいいでしょ。よくわかんないけど、いただきます。はい、うますぎ問題でした。本日はサバ缶を使った料理。前も言いましたけど、料理ってほんと応用なんですよ。これ1個できたら他のものでやっても美味しいと思いますし、例えばこのちくわに代わるものだったらかまぼことかはんぺんとかでも美味しいと思いますし、この水菜のやつも代わりにサバじゃなくてもシーチキンでもいけますし、いろんなの応用してやってみてください。それでは、山崎裕太のグルメテクニック、グルテク。グルテク。